どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラゲームしてたい中の人エルザです。アベンジリンの実装までもう少しなっていますね。限定ソングということで期待も高いキャラクターになっているかと思います。そこで今回はアベンジリンの事前情報とお試しをもとに強みと懸念点を紹介していきたいなと思います。まあ今回参照するのはね、事前情報公式の放送であったりとか保有域に出てる数値といったものを参考にしながらやっていきたいと思います。こちらね、やっぱ期待も高い分使っていて調整のいるキャラだなとも感じたのもありますので、その点も紹介できればと思います。また今回の動画は推測を元にしてますので実際とは異なります。使用感としてはストーリーの使い勝手ですね、まあ、そこでいろいろ試してみたので、まあ、そこの点を考慮しながら見てもらえると嬉しいなと思います。それでは早速解説していきたいと思います。はい、それではまず判明している性能から見ていきたいなと思います。スキルに関してまず見ていきましょう。スキルは味方全体にバリアの付与となっています。3ターン継続するバリアとなり、重複獲得ができる珍しいスキルとなってますね。耐久値の上限はバリア耐久値の 200% となっているようなので、無限につけれるわけではないという感じです。このあたりがね、ちょっと上限付きなんだなという感じでした。ただ、倍率は奇跡レベル10で防御力 24% プラス320となってます。マジパードの必殺技の半分くらいというところですね。ただ、重複はできて、かつスキル発動なので、手軽さというところではアベンチュリンの方がかなり強力的だなと思います。アベンジリンの性能を生かす上でスキルが重要なので、育成も早めにしたいところというところですね。続いて必殺技です。必殺技は指定した敵単体に防御力分のダメージプラスブラインドベッドの獲得となっています。しかもこの敵には同様の会心ダメアップの付与も可能になっているので、味方の援護もできる攻撃となっています。また、ブラインドベッドはテンプの追加攻撃の発動に必要なポイントを最大7獲得できるため、攻撃のチャンスが生まれるっていうのもいいところですね。続いてテンプです。重工の右には追加攻撃になります。ただ発動条件があり、先ほど言ったブラインドベッドを7つ獲得することによって発動することが可能となります。追加攻撃はランダムな敵単体にバウンドのダメージを与えます。なので複数体いるとダメージが分散しやすくなります。この点では単体の方が強くなりそうですね。また発動条件のブラインドベッドはスキルで付与された健康なチップを持った味方が攻撃を受けたり、味方が追加攻撃をすると獲得することが可能です。ただし上限があるようなので、アベンチュリンの行動が遅いと途中からたまらないということもあるみたいですね。実際このあたりは使っていて感じた部分かなと思います。その他の追加能力としては、戦闘開始時にバリアの付与ができ、初動から万全の状態で戦闘ができます。また防御力1600を100超えるごとに会心率が 2% 上がり、最高 48% 獲得などアタッカーみたいな能力があります。このあたりはなかなかすごいですよね。スキルや必殺技だけでなく攻撃面においてもなかなか強力なキャラクターだと思います。では全体的な能力を見る限りなんですが、バリアを重ねて耐久力を上げつつカウンター狙いで戦うのがとても相性良さそうなキャラクターとなってますね。イメージとしては三月なのかの全体バリア版という印象になるのかなと思います。まあ、重ね書きができる分他のソンゴと違って耐久面はトップクラスに強いんじゃないかなと期待が高まりますね。このあたりはすごく気になるところです。ただ持続ダメージ系はバリアを貫通するので相手を選ぶっていうのは変わりなさそうですね。それではストーリーで使っていて気になった部分について話していきたいと思います。気になる点は主に3つですね。ブラインドベッドを維持するにはアベンチュリンの行動も大事。ブラインドベッドは獲得するのに追加攻撃による獲得がありますが、もちろんこれには上限があります。まあ、戦闘した感じだと大体3回くらいの追加攻撃で獲得ができなくなっていたので、トパーズがいると速攻で使い切る感じでしたね。まあレイシオもいるともう全然間に合わないという感じでした。なのでアベンチュリン自体の速度をある程度上げておかないと蓄積がうまく噛み合わないっていうことが起きる感じでしたね。これはなんで上がんないのかなって画面見ながらたびたび思うことがありました。もちろん敵の攻撃を受けるのも手段の一つなんですが、その分バリアの張り直しで SP を消費するので、節約するならターンの意識をするっていう必要はありそうに感じましたね。まあ、この点がちょっと難しいなと思いました。
続いては SP 枯渇が思ったよりもあるという点です。まあ、続いて SP 枯渇に関してなんですけど、編成的な問題で追加攻撃キャラは採用するので SP の消費が多くなるんですよね。特にレイシオやトパーズを採用するとダブルアタッカー編成になります。まあ、このあたりうまくコントロール必要がありそうですね。まあ、さらにアベンチュリンのバリアも張るとなるとスキルを常に使うので、まあ、間に合わないっていうのは正直あります。まあ、トパーズの通常攻撃がね追加攻撃になるので、そこでいろいろバランスを取るっていうのもあるかなと思いますね。なので花火を入れれば緩和されるっていうのはありますが、編成によっては行動の制限がかかるっていう風に感じました。特にそれを感じたのは虚数パーティーだとインゲットとかが組めそうなんですが、花火とかいないとちょっときついなっていう感覚でもありましたね。それでは続いて編成依存があるという点です。最後は編成依存が強めなのかなと感じました。結構追加攻撃特化の編成に偏ると思いますね。ソンゴとしてバリアを全体に定期的に張れるのは強みというところなんですが、ブラインドベッドも生かそうと思うと追加攻撃はかなり大事です。敵の攻撃や必殺技だけで頼っていると追加攻撃の発動自体が少なくなるので物足りなくなるんですよね。ただアベンチュリン自体がバリアを張れるだけでも結構ありがたいっていうところがあるんですが、アベンチュリンを本当に生かそうと思うなら攻撃も安定させたいっていうのがあります。その点を考えるとアタッカー型のソンゴとしては追加攻撃持ちの味方と組んだ方が最大限に活かせると思いますね。そうなるとトパーズやレイショーなど追加攻撃持ちキャラと組ませるので自然と編成が固まってくるのかなと思います。ストーリーでいくつか編成と戦闘を試した感じではこんな印象を受けました。個人的に頬と不言がいるので期待値はかなり高い状態で使用してみましたが、ちょっとなんか違うなという感じでしたね。特に不言と比べた時には違った孫悟の強みっていう感じなので、不言が使いにくい編成で活躍するんだなっていうふうに思いました。その例として挙がるのが追加攻撃編成になると思いますが、このあたりはもう少し研究する必要はありそうかなと思います。まあ、このあたりは実装されてからの楽しみですね。続いてはキャラクター相性について話していきます。キャラクターの相性についてですが、基本的には追加攻撃のキャラクターを採用するといいかと思います。まあ、特に使っていて良かったなと思った編成に関してなんですけど、ストレスなく使えた編成としてはレイシオ、トパーズ、花火の編成となりました。追加攻撃をどんどん発動できるだけでなく SP 管理も一緒にできるので扱いやすい編成でしたね。まあ、属性のばらつきっていうところはもちろんあるんですけど、追加攻撃をどんどん連鎖させるのはとても気持ちいい編成と言えました。その他に相性についてですが、使った感じちょっと微妙っていうのが正直なところでしたね。これはまだ数がこなせていないので軽く聞いてもらえればいいかなと思います。まずヘルタとクララに関してですが、思ったよりも相性が悪く感じました。特にクララの場合カウンターの発動が遅れると全く貢献ができなかったのでちょっと物足りなかったですね。まあ、これに関してはたまたま攻撃を受けなかったっていうのもありますが、やっぱちょっとねこのあたりは必殺技の回転とかに依存するかなと思います。続いてヘルタの場合なんですが、追加攻撃のタイミングが敵の HP に依存するのでタイミングが悪いとベッドの獲得を逃すことがあります。先ほどアベンチュリンのその獲得に上限があるって話をしましたが、上限が切れた状態で発動してしまうと獲得ができないっていうことがあるので無駄になることが多かったですね。発動タイミングが難しいだけにちょっともったいないというところです。なのでアベンチュリンの行動速度にも依存するところなので調整はかなり必要な感じはしましたね。これは非常に難しい部分だなと思います。最後に陰月の読みについてです。まず陰月について話していきたいなと思いますが、 SP の管理を考えると羅刹の方が良さそうに感じました。これに関しては花火を採用しても難しいと思います。陰月の編成を使っていますが、これでも基本足りないっていう時がありましたからね。なので、まあ、そこにアベンチュリンの SP 枠を考えるとちょっとスキル使いづらいなっていうのがありました。まあ、その枠をスキル発動で耐久枠に持っていくよりも回復の羅刹で SP を抑えた方が相性がいいなと感じましたね。また弓に関してですが、デバフの付与ができるという点ではアベンチュリンと相性が良さそうに感じます。なんですが、そのデバフの付与は必殺技のみとなっているので持ち公演性がない場合はなかなか狙いにくいのかなと思います。
正直普遍とあんまり変わりない分、積極的に採用するかと思うとちょっと個人的には難しいなと思いましたね。会心ダメが上がるっていうのはもちろんあるんですけど、それだったら会心率上げて確実にダメージを上げたい出したいっていうのがあるので、まあ、普遍の方がいいなと思いました。まあ、相性に関してはこんな印象を受けましたね。ただこれに関してはストーリーの雑魚敵を相手にしたものになるので、高難度をしたわけではないので相性は変わるのかなと思います。まだまだ未確定なところが多いというところですね。このあたりは実装されたアベンチュリンが引けたら試していきたいというところですね。まあ、ただ今のところとしては使い勝手はこんな感じ、相性はこんな感じというところです。それでは装備管理について話をしていきたいと思います。高円錐に関しては防御力アップを中心に装備するといいかと思います。まず一番相性がいいのは持ちの高円錐の運命は常に不公平です。防御力アップだけでなく会心ダメも上がる破格の性能です。その他にも盛りだくさんですね。まあ、持っていれば他にも強そうな高円錐なのがいいところっていうところです。続いて勝利の刹那です。こちらも防御力アップがありますが、敵に攻撃を受けるとさらに防御力が上がるという性能があります。ただこっちの場合は自分のターンが終了すると効果を失うのでダメージの把握が必要です。まあそこまで難しいことはないと思いますが、でも防御力アップするのはかなり強いなと思います。その他は2人だけのコンサート、あとは余生の初日です。まあ、2人だけのコンサートに関してはまた別で出てくることになりますが、この2つがいいかなと思います。どちらとも防御力アップがついていますので、とりあえずつけておこうという高円錐になるかなと思います。続いて異物についてです。異物に関しては防御力を意識して組ませるというかと思います。基本的には聖騎士4セットとウォレタ流骨でいいと思います。防御力特化にするのがいいかなというところですね。テンプで効果抵抗も漏れるので発動が狙いやすい流骨も相性が良くなっているというところですね。で、個人的にターンを意識するなら次の編成です。聖騎士メッセンジャー折れた流骨ですね。まあ、速度を意識するならメッセを採用するのがいいと思います。あの別途の蓄積がね、どうしてもアベンチュリンのターンに依存するからですね。アベンチュリンのターンが来ないと最大3つまでしか貯めることができないのでロストする分があるっていうところです。でストーリーをやっててちょっと蓄積のロストが目立つっていうことが多かったので、目立つ場合はこちらもありな組み合わせなのかなと思います。個人的にはアベンチュリン引いたらこちらの組み合わせをする予定です。でメインのステータスに関してなんですけど、これに関しては今回ちょっと予想がしづらいなっていうのがあるので、まあ、スタート高程度に画面に載せておきたいと思います。基本的に防御力を中心に組むといいかなと思います。それではガチャの判断です。今回おすすめする人について3つ紹介したいと思います。まずは星5、孫悟と北条を2体持っていない人ですね。まあ、孫悟と北条の限定星5を2体持っていないなら獲得はありなキャラだと思います。まあ、それぐらい強いと思いますね。まあ、通常プレイならそこまで気にしなくてもいいんですけど、やはりやってると高難度コンテンツをクリアするってことは目的になってくると思います。そうなった場合2人の確保はしたいところなんですよね。まあ、持っているだけでパーティーの安定感が必ず高まるっていうのがありますので、持っていない場合は狙い目なキャラクターだと思います。続いてはネイシオとトパーズ持ちの人です。まあ、特定のキャラ持ちの人は引くのはありなキャラだと思います。特にこの2人が本当に相性が良くなっていますので、2人持ってるなら引くのはありだなと思いますね。アベンチュリンの役割は耐久というところですが、やはり追加攻撃でサブアタッカーもできるというのがさらに強くなると思います。その点を考えると追加攻撃持ちで強力なネイシオとトパーズを持っている人は使いやすいので引くのはありだなと思います。3つ目は推しの人です。まあ、最後ね、ストーリーなどをしてアベンチュリンが好きになった人はぜひ引きましょうというとこですね。まずこれ大事ですよね。やはり推しは持っておくだけでプレイのモチベにつながりますのでいいことかなと思います。まあ、個人的にはこの3つの誰かが当てはまるなら引くならありだなと思いますね。意外とねトパーズ持ってたんですけどなかなか使えなくて、まあ、使う機会が出てきたなというぐらいアベンチュリンは強力だなと思ってます。まあ、もちろんねアベンチュリンが強いっていうのもあるんですが、プレイするならある程度の現状のパーティーと照らし合わせる必要がありますからね。このあたりは大事にしていってほしいところかなと思います。それではおすすめの話もしたので、今度は自分が本当にガチを引くかどうかの話もしたいと思います。まあ、大体ねこの話ってなかなかできなかったので、まあ、今回していきたいと思います。個人的にはアベンチュリンに関しては引きません。理由としては2つになります。まず1つ目、
すでにフォフォと普賢の2枚を持っているということ。もう一つは氷アタッカーが不足気味なので軽流が欲しいという点です。まあ僕自身が美課金でやってるっていうこともあるので、その全キャラ集めたいとかってわけじゃないんですよね。で、そこまでキャラに固執してないっていうこともありますが、引かないなというふうに思ってます。まあ先ほど話した2つが理由ですね。まあそれよりもエンドコンテンツにおいて弱点をつけるキャラの方が不足しているので、まあ特に炎と氷が不足してるんですよ。で、この2つの属性って姫子とヘルカで補えてるんですけど、やっぱり軽流が欲しいなっていうこともありますので、軽流の方を優先度が高めにしています。だから引かないっていう判断してますね。で、もちろん自分がね、トパーズを持ってるっていうのもあるんですけど、まあ、トパーズと霊障を2人使いたいなってこともあるんですが、この2人のための考えると、今回はまあ、あえてそのために引くかって言われると諦めるかなっていうところです。これに関しては、フォフォと普賢を持っているから、ちょっと優先度が下がっているっていうのを加味してますね。もちろん、軽流の後にガチャのチャレンジはしたいなと思います。ここで運が良ければ、またね、アベンチュリーに関してはいろいろ試した動画を出せるかなと思いますので、引けた場合はいろいろ試したものを流したいと思います。まあ、もしかしたらね、サブアカの方引けるかもしれないので、そっちはそっちでやっていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。